こいつの騎手から天人の精神力の残片を感じ取ったが、まさかまだ存在しているとはな。答えは鬼族の始まり、深淵にあるか。この人間界に属さない遺族どもめ、どうやら鬼族の未来のためにも、こいつのためにも、鬼の領域に行かなくてはいけないみたいだな。ここは、私はどこにいる？なぜ友と戦っているのだ？悪く思うなよ、茨城同士。目が覚めたか？どれくらい寝ていた？丸一日だ。どこへ行くつもりだ？鬼の領域さ。なら私も共に。お前はここでおとなしくしていろ。俺様の代わりにしっかり大江山を守ってもらうからな。一ヶ月以内に必ず帰ってくる。鬼王の宴の予言と鬼族の未来に関与するなら、この私も行かねば。私も共に。もし鏡に見せられた夢が真実なのであれば。悪く思うなよ、茨城同士。我が友、たとえこの命を落としても、私は。准备好启程了吗？另一面的秦明，这次要净化这云外境的碎片，恐怕要踏遍无人归来的试炼之境。对我而言，任何炼狱都如履平地，就算是你修炼归来的恶鬼道。就算是去到任何地方，我也一定会护你周全。请回吧，这个地方。
可不是你们能随便来的。ここは記憶に満ちた山だ。過去が映し出され、未来を照らす山。過去から逃げられたと思っていても、いつかまた同じことを繰り返す。その記憶がお前の一部だからだ。自分は変わったとでも思っているのか？いや、何一つ変わっていない。いつになってもお前は孤独なままだ。俺は孤独なんかじゃない。守るべき人がいるから。いつも俺のそばにいて、何があってもその手を離さないと誓った彼女が。なぜ人を守るような真似をするのか。俺がいる限り誰にも彼女を傷つけさせない。無駄なあがきはよせ。心の底に沈む記憶、救おうとした命、忘れようとした過去。何をしても無駄だ。全ては定められているからだ。君が守りたいと思う全てを私が奪ってあげる。八雷さんまで私に会いに来てよ。おい、会いに来たぞ。広政殿。ああ、久しぶりだな。お久しぶり、道綱お兄さん。神楽殿もいらっしゃったのですか。ああ、お前んとこのお茶なかなかうまいな。広政殿、いきなり人の書斎に乗り込んで一体。急用があるから来たんだよ。一緒に厳島に行かないか。それはお断りします。厳島は我が一族の領地ですが、あそこまでの海路は危険極まりなく、竜巻による海難も頻繁に発生しています。広政殿は危険を冒さない方が良いかと。だからお前を頼りに来たんだ。藤原一族のお前なら俺たちをあそこに連れてけると思って。実は都の未来がかかっているんだ。信仰の力を見つけて、この雲外峡の破片を浄化しなければ大災厄が訪れることになる。広政殿、このことに関してだけはお力になれません。厳島は我々族人でも勝手に踏み入れられない禁じられた地です。ましてあなたたちを連れ込むなど到底不可能です。相変わらず断り方が下手ね。協力したい気持ちは山々ですが、申し訳ありません。今回だけは。事の重大さを理解しろ。こんな時にまで一族の掟にこだわっている場合か。お引き取りください、広政殿。知人であるあなたに一つ忠告しておきましょう。厳島に近寄らないでください。さもなければ死にます。わかったよ。これ以上時間を無駄にできないしな。破片は自分で何とかする。またね、道綱お兄さん。はい、お気をつけてお帰りください。
陰陽師を集めなさい。すぐ出航の準備を。今夜出る。おやじ、おかわり。そう簡単に引かないぞ、道綱。あいつ絶対に何かを隠している。俺がそう簡単に諦めると思うなよ。何を考えてるのかはっきりさせてもらおうじゃないか。ヒロマさん、なんか騒ぎが起きてる。人が集まっているぞ。一体何を準備している。海だ。海に出るつもりだな。道綱様、この速度で進めば夜明けには厳島に到着するでしょう。ああ、ご苦労。広政殿、本当に申し訳ありません。あれだけは我が一族の手から離すわけにはいかないのです。あれってもしかして。ああ、おそらくな。すまないな、道綱。都の未来のために俺はここで止まるわけにはいかないんだ。夜明けになったら鬼の領域へと向かう。だがなぜここまで胸騒ぎがするのだろう。あれはいずれこの生徒の最中に訪れる日。あれが俺たちの宿命なのか。どうしたんだ。なぜ明かりを灯さない。お気になさらず。出兵の時間だ。今参ります。騎兵部が檻の領域で集めた情報を聞く限り、やはりあの連中が関わっていることが分かった。現世に属しない下道な遺族どもが我々の秩序を乱そうとするなど、この私が許さん。いつの日か地は翻る人間の旗で埋め尽くされるだろう。どのような宿命が待っていても俺はその勝負から逃げなどしない。おにぎり、お前がどこまで鍛えられたか見せてもらおう。
小売店における天武計画をこの私が覆す。如果不是白鲸之死，我是不会选择与你联手的。但你似乎和过去不一样了。如此有趣的一刻，我不应该准备一些礼仪吗？一切都如我所料，在那一刻到来之前，尽力挣扎吧，羔羊们。终焉之刻即将降临。